愛の小僧に狂うが、まあ悪くはねえんだが、今は標的探しの方に集中しておくか。めんどくせえ実験はあいつに任せるとして、仮面どもが動き出してくれりゃちった面白くなるんだ。その娘はうつろでした。暗黒時代より続いてきた闇の暗殺組織、月光木馬団。13歳にしてその第二の使い手だったそうです。少女に与えられたのは受け継がれた視線という意味なと、クルーガーという号だけ。感情も持たぬ暗殺人形として任務を遂行するだけの日々でしたが、ある時組織存亡の危機が訪れます。見喰らう蛇、まだ新興勢力に過ぎなかったかの結社と水面下で全面衝突したのです。ですが強引に検定、鋼の聖女まで。強者たちを前に総崩れとなり、木馬団は消滅してしまいました。後に第四中となる千の破壊者と、ナンバースリーとなる黄金鳥。そしてナンバーナインとなる視線を結社に吸収される形で、
者となっても少女の日々は変わりませんでした。人たちの要請に従い遂行するいくつものミッション、断るのは自由でしたが、他の生き方を知らない彼女は受け入れる以外はありません。ラインフォルト家との関わりもそんな中で生まれたものでした。当時第六中から受けた任務により、娘は帝国北東ルーレ市へ潜入します。目的はとある人物との接触。しかしそこでアクシデントが発生しました。結果として任務は失敗。娘は瀕死の重傷を負ってしまい、別の方の命も失われてしまったのです。その人物こそイリーナ会長のご主人にしてアリサお嬢様のお父様にあたる方。フランツ・ラインフォルト様でした。イリーナ様は元凶の娘を助け、名前まで与えてくださいました。私それまで名前を持っていなかったんです。クルーガーというのは受け継いだ視線の子。名は任務に応じて変えるというのが木馬団の流儀でした。ですがイリーナ様は私にシャロンという名前を与え、虚ろだった娘にラインフォルト家のメイドとしての立場をくださったんです。以来私は結社に属したままラインフォルト家のメイドを続けています。執行者としての権利でもある、あらゆる自由を活用する形で。良い機会でしたので、いつか必要だとリーン様が判断された場合、どうかお嬢様に教えてあげてください。その時私がお嬢様のそばにいない可能性もあるでしょうから。家庭の話ですわ。私の愛と献身が会長やお嬢様から離れることは絶対にありえません。まあもちろんリーン様がお嬢様と結ばれることになれば、旦那様としてご奉仕を。今のおっしゃりよう、年上相手に少々反則ではないかと。これはもうお嬢様たちとは別にご主人様とお呼びするしか。
覧ください。今パンタグリエル搭載の揚陸艇が発進しました。視察団の方々を乗せてタワー屋上へと向かいます。ゲスタが来たみたいね。
道化師に火炎魔人、そして彼らも来ているはず。本来のキャストは変更されて置き換わってしまった。どうするのかしら、リン君、それにエマ。同居人の留守でも守っているつもりか。さて、蛇どもがどう動くか。トールズ第二とやらの手並み拝見させてもらうとしようか。Thank you.
行きます。俺の番だな。Thank you.
お前たちは。僕はシン、兵ゆえ貿易公使クロスベル支店の臨時代表を務める者だ。こちらはラウ、一時帰国中の支店長の右腕でな。ちょうどいい、お前たちに頼みたいことがある。
それじゃあ。
番だな。崩れた。遅い。行くわよ。さてと、行くわよ。よし、これで大丈夫ね。
僕の番だな。私の番です。行くぞ。始めるか。
では始めるか。